タコもお疲れです。お疲れ様です。いくよ、また。今回のテーマこれです。もし100万円もらったらね。もらったら、もらった、もうポンと。ちょっと100万ってちょっとむずいなって。いや、そうやね。そこがまたええとこや。多分多すぎず、普通だったら多分貯金なんですよ、うん、でも多分そういうのは求めてないから。うん、求めてないな。よう分かってるやん。違うのいきます。全部使いたいですね。あ、そう、お、いいね、いいね。じゃあ理想と、はい、ちょっと現実的なやつ両方ちょうだいよ。理想はもう、うん、旅行行きたいですね。ああ、どこ行きたい？ペルー。ペルー、マチュピチュ行きたいですね。あ、わかるわ。じゃあなんかあそこら辺って結構世界遺産多い、多いじゃないですか。地上絵とか、うん、あそこ回って、うん、ほんでなんかウユニ塩湖みたいな、はい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 、のもなんか多分ツアーであるから、うん、まあそういう世界遺産巡り、はい、ちょっと行ってみたいっす。暮らしてみたいね。はい、でも一人じゃ嫌っすね。お、怖いじゃないですか。ああ、まあ確かにな。喋れんし。うん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 。ツアー、彼を、お、いた、彼を連れて行きたいです俺は。向こう向いてる。ハディをハディを連れて行きたいね。なんか、うん、ちょっと馴染めそうじゃないですか。もう英語は喋れるし、はい、だからちょっと一人は嫌なんで。おう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 。まあ一人じゃ俺多分海外は行けないっすね。あ、そう。言葉も喋れんし。うん、どないすんのそのあたり。一緒に焼肉食べて。全然全然テーマとちゃうやん。だからペルーで一緒に焼肉食べます。行ってね。ペルーじゃなくてもいいのに、ペルーで一緒に焼肉食べます。まあついてきてもらったし、はい、まあ、焼肉でも歩いて。焼肉でも。お疲れ様でした。お疲れ様でした。映画な映画な。ちょっとあのリアルな方で100万となったら、うん、もうポン、ここにポン来た。何に使う？美味しいものを。美味しいもん、めちゃめちゃ美味しいものを、まあ、食いに行って、うん、で残ったので奨、うん、学金返して、で貯金っすね。うわ、もうアディは家族を日本に呼んで、あの日本中全部を案内するってすっごいいいこと言ってたから。焼肉レストラン買おう。お前さ、買おう言って焼肉ばっかや。いや、でもそれいいですね。え、素敵っすね。素敵なこと言ってんねや。じゃあ俺もお父さんとちょっと真似してる。お母さんに、うん、やっぱなんかちょっと買ってあげたいっすね。おう、いや、もう具体的な言うといた方がいいんちゃう。何買おっかな。マレーシア行こう。マレーシア行こう。マレーシア、ね、もうマレーシア行こう。旅行、親にね、旅行プレゼントね。あ、親に旅行プレゼントしたいですね。俺のいいやつ。確かに。それ俺言ったやつ。それいいっすわ。これでちょっと予約したから行っておいでと。おう、あ、それいいっすね。うん、どこ行ってもらう。やっぱり、うん、日本といえば、おう、箱根でしょ。いや、もうそこペルーやろ。あ、ペルーか。ありがとうございました、はい、今日のキーワードはコです。チャンネル登録お願いします。